この映像は地下水観測の現場において実際にどのような方法で地下水調査を行っているのか具体的なイメージを持っていただくことを目的とした映像です近年利用されていない井戸を用いて手ばかり観測や採水また新たに地下水位を設置し観測データを回収する手順や留意点などについてデモンストレーションで紹介します 今回は以前に地下水位観測に利用され、近年は利用されていない既存井戸を活用します。井戸の口内洗浄は井戸内部に付着、沈殿、あるいはストレーナーと呼ばれる開口部に目詰まりしている付着物などを取り除く作業です。 これにより、井戸内部の水位と井戸周辺の地下水位が同等となり、地下水位を観測することができます。実際の現場では、井戸の壁面を洗浄したり、井戸の底に溜まった堆積物を組み上げたりします。一方、口径の小さな井戸での地下水位観測が目的であれば、採水器などで何度か組み上げて、ある程度透明になれば観測可能です。 今回の井戸では、初めから比較的綺麗な水が出ましたが、濁った水が出る場合は、採水を何度か繰り返します。一斉測水や月に1回程度といった観測頻度の場合などに、手ばかりで観測します。井戸内に下ろした水位計のセンサーが、 地下水面に到達するとセンサー音が鳴ります。何度か上げ下げしてちょうど音が鳴り始める深さの時に井戸の口の部分の数字を読み取り、測水の基準点を井戸の口とした場合の地下水面までの深さを測ります。この深さから井戸の高さを差し引くと地表面から地下水面までの深さがわかります。また、 地表面の標高がわかれば地下水面の標高もわかります。複数の地点で地下水面の標高を確認すれば地下水位分布図を作成でき、面的な地下水位の分布と地下水位の流れる方向を把握できます。 井戸内の地下水を採水し簡便な機器で計測できる項目について現地計測する様子を紹介します。採水にあたっては 最初に組み上げた地下水で採水容器を洗浄しその後に再度採水器を井戸に投入して採水します。ここでは採水後に電気伝導度と pH をポータブルの計測器で計測します。はじめに地下水を組み上げて容器を洗浄します。 洗浄後、採水器を再度投入して地下水を汲み上げ、採水容器を満たします。 詳細に水質を確認する場合はこういった容器を試験所に持ち込んで水質試験を行いますがここでは電気伝導度と pH の確認のみを行っています。こちらは電気電動度を計測している様子です。 次に pH を測7.75。 井戸の中に磁気式の水位計を設置します。この水位計は地下水位のデータを保存する記録装置やバッテリーを内蔵しています。また観測地に大気圧補正を行うため、蓋にぶら下げる形で大気圧計も取り付けています。 地下水位は季節ごとに変化し、地域によっては数メートル規模で変動する場合があるためこの季節変動を考慮して地下水面より十分深い位置に設置する必要があります。 一般的に機器の点検や電池の残量確認も兼ねて月に1回程度の頻度で井戸に設置してある大気圧計と水位計を取り出しデータを回収します。 観測データの回収を行う専用のインターフェースに差し込んでパソコンに取り込みます取り込んだデータは付属のソフトウェアやエクセルなどを用いて加工し一覧表に整理したり地下水位変動グラフを作成して変動状況を確認します